チャンネル、イエイ。はい、というわけで始まりました、竹田ロックチャンネル、なんですが、まあ、今回やることはですね、まあ、ズバリ、はい、 SG です。はい、まあ、持ってるのは、まあ、グレコのね、まあ、ギブソン SG のコピーモデルである80年代 の、まあ、あのグレコの、まあ、SG タイプ SS6355 っていうモデルなんですが、まあ、なんでこれ、SG の話しようかなと思ったかというとですね、まあ、今回ね、改めてね、SG 買ってみてね、もう、まあ、このギターってやっぱレスポールと全然、似て非なるものだなっていうふうに改めて思いました。で、まあ、そもそも、まあ、どういうところが、まあ、その、レスポールと違うか。そして、SG ならでは、の特色とか、まあ、使ってたミュージシャン、とかですね、まあ、主にギブソンですけども、まあ、ギブソンの SG 使っている、まあ、ミュージシャンの話だとか、まあ、なんでこのシェイプが、まあ、ギブソンをね、まあ、そもそも元になってギブソンが開発したのかっていうことをね、今回 SG を特集しようと思います。で、まあ、僕がですね、まあ、そもそも、まあ、SG のイメージ持ったっていうのはですね、まあ、実はですね、まあ、エリック・クラプトンが、まあ、大好きでして、はい、まあ、クリームやってる時にこんななんかね、サイケデリックなペイントした SG 弾いてることがあったんですよ。うん、まあ、なんかペイントがド派手な。で、本人もね、友人やったその地味編の影響か、なんかすごい派手な格好してた時期なんですよ、その、クリーム機っていうエリック・クラプトンのね、まあ、若かりし頃ですね、はい。で、まあ、そのサイケにペイントしてた SG の、まあ、イメージが結構強くて、で、もう一つはね、まあ、これもクラプトン関連なんですけども、デュアン・オールマンっていう、まあ、その、オールマン・ブラザーズ・バンドっていうね、アメリカのバンドがあって、そこのリードギタリストである、まあ、デュアン・オールマンっていう人がすごい人で、で、まあ、なんとそのレイラーセッションですね、はい、エリック・クラプトンが、まあ、クリーム解散してね、バンドなんか渡り歩いた後に作ったデレック・アンド・トムスってバンドの、に、まあ、ギタリストとして参加してる人がいてるんですよ。で、彼のメインっていうのは、その名義と呼ばれたそのギブソン・レスポールの、まあ、サンバーストの、ね、まあ、いわゆるバーストのね、モデルなんですけども、ただスライドギターやるときは、まあ、SG の方がこうボディがね、こう薄いんで、で、まあ、この、まあ、スライドギターやったことある人やったら分かると思うんですけど、まあ、こうね、こうせなっていうのがあって、まあ、この時に、まあ、ボディ薄い方が見えやすいっていう理由で SG 使ってたんですよね。うん。で、まあ、そのデュアン・オールマンが使ってる SG のイメージですね。まあ、オープンにチューニングにして、まあ、チューニング変えて使ってたんやと思います。まあ、メインのそのレスポール以外にも SG を使ってた。まあ、っていうのがね、やっぱり大きかったですかね。はい。で、まあ、フォーのピート・タウンゼンドとかすごい好きで、まあ、同じようにね、ウッドストックとかで弾いてるのがその、まあ、SG スペシャルっていう P90 ね。ここが P90 になってるのを使ってたりとか、あとサンタナ、ね、カロス・サンタナが、そのスペシャルですね。まあ、この前特集した時に見てたんですけど、P90 ついてるモデルを、まあ、まあ、初期の頃は使ってたんですよ。うん。っていう、まあ、そういう、なんていうんですかね、まあ、イメージで、まあ、SG に対するイメージで、実はアンガス・ヤング以前、ですね。はい、ACDC のギタリストである、まあ、70年代に活躍したですね。まあ、本当はアンガス・ヤングのね、ACDC のアンガス・ヤングのイメージって結構でかいと思うんですけども、うん、以前に、そういった、まあ、その、本当に僕が好きな、ギタリストが結構使ってるっていうのがあったんですよ。で、僕自身も、まあ、SG 使ったことないんですかと言われたら、まあ、実はあるんですよね。まあ、2003年製の、まあ、SG スペシャルっていうのを、まあ、そのメインであった、そのヘリテージが潰れて、まあ、潰れたっていうか、リペアが必要になって、まあ、まあ、もう、ほんま安値で買い叩かれたんですけども、まあ、そのね、お金を使ってそのまんま等価交換したのがその SG の、まあ、スペシャルのペイデッドってモデルで、まあ、ほんま、もう6万円ぐらいの、まあ、その安めのギブソンのね、まあ、SG スペシャルっていっぱい使ってみたんですけど、ちょっとね、音抜けがあんまり良くなかったんですよ。うん。
で、まあ、さらに、まあ、弦が、まあ、よく切れた。うん。まあ、まあ、中央マチックの、その、尖ったのがあかんのかなって、ちょっとローラー式に変えたりとか、いろいろやったんですけど、結局気に入らなくて、うん。売っ払ってね、まあ、ポール・リード・スミスの CD、まあ、別に買うたんですよ。うん。まあ、そんなこともあったんですけども、だからね、使ってた期間がすごく短かったですね。むしろヤマハの、まあ、その、どっちかって言ったらレスポール寄りの材の構成してる、まあ、SG1000 の方が、長いことサブで使ってたくらい、まあ、同じ SG でも全く SG 違いで、あ、じゃあ構成的にはもうレスポール近い、いい楽器ですので。はい。で、そもそも、ギブソンの SG って何ですかっていう話なんですよ。まあ、まあ、ギブソンといえばですね、まあ、1952年にですね、開発して長いこと使う、まあ、その、ソリッドギターの、まあ、エレクトリックギターとしてね、まあ、まあ、テレキャスターとか、その、X ワイヤーとかに、まあ、よりも遅かったものの、まあ、量産型のエレクトリックギターとしたら、本当に早めの時期に作られた、まあ、レスポール氏がね、共同開発した、まあ、レスポールというモデルがあって、まあ、54年には、まあ、その、中古マチックが開発されて、まあ、その、スタンダードとか、まあ、その、カスタムっていうモデルもできてですね、まあ、本当に、うん、57年には、そして、セス・ラバーが開発した、パフって言われてる、その、ハンバーキング PU、うん、最初のやつですね。これを搭載した、まあ、その、レスポールスタンダード、うん、とか、まあ、その、レスポールカスタムっていうのがですね、まあ、俗に言うところのレスポールスタンダードがそのバーストをですね、はい、カラーになっていって、まあ、その、バーストカラーになったモデルっていうのがその58年から60年ですね、1958年、60年あたり、まあ、57年はまあ、その、ハンバッカーに切り替わった年で、58年から60年までのモデルが、まあ、いわゆる、レスポールのね、一番スタンダードなモデルとして、まあ、バーストと呼ばれて高値で取引されているギターです。これも2000万円とかそれぐらいの価値がついちゃう、すごいギターですね。で、このギターがですね、やっぱりみんなイメージ残ってるんですけども、まあ当時はあんまり売れなかったんですよ。うん、58年から60年っていうのは、まあ、実際再評価されたのがその、まあ、1960年代中盤あたりで、そのエリック・クラプトンが、マーシャルに、まあレスポールを入れて、プラグインして、まあ、その、何ですかね、レスポールのトーンと マーシャルの組み合わせのトーンっていうものはですね、まあ、一般化されるまでですね、どっちかっていうと、まあ、レスポールモデルっていうのは、不人気な、まあ、ギターだったんですよ。で、まあ、フェンダーがね、ストラトキャスターをね、ちょうど1954年ですね、に開発してですね、レオ・フェンダーが、まあ、そのテレキャスターと、まあ、その、まあ、ストラトキャスターというね、まあ、まあ、今でも人気のあるギターを開発して、まあ、当時はどっちかっていうと、その、ストラトのキラキラした音色の方が好まれてた、まあ、シングルコイルの。うん、っていうのがあったりとか、まあ、して、まあ、どっちかって言ったら、ストラトキャスターの方がやっぱりライバルである。人気があったんですよ。で、ギブソンは、まあ、それに変わる、うん、まあ、今までのそのレスポールに変わる、まあ、シングルカットウェイのレスポールに変わる、弾きやすいボディシェイプ、ということで、まあ、同じセットネックでも、まあ、ダブルカットウェイですね。はい。ダブルカットウェイっていうのは、まあ、こういう形状なんですけども、こう、二つにね、こう、まあ、ザグられてるとか、だからハイフレットが、まあ、これ、めちゃめちゃ弾きやすいんですけど、まあ、この22フレットまであるんですけど、これがすごく弾きやすい。っていう形状にして、で、かつ、軽量にした。まあ、ホガニのボディが、まあ、こう見てもらうとわかるんですけども、ちょっと薄めに作られてるんですよ。で、まあ、アーチトップなど、まあ、手間のかかるアーチトップなど配してですね、マホガニの、ボディにしたと。これマホガニなんですよね、ボディがね。はい。まあ、グレーゴムこれ、コビモデルも一緒なんですけど、で、まあ、ローズウッドシバンでマホガニのネックということで、これが、まあ、標準的な、まあ、SG の形なんですよね。で、販売当初はここにビグズリーアームっていう、まあ、フェンダーのそのシンクロナイズトレモル以前のに作られたそのビグズビーっていう、まだちょっと可変域がね、少ないめのそのアームが取り付けられたんですけど、まあこれ結構軽いから、まあちょっと、まあSG 使ったことある人だったらわかると思うんですけど、こうヘッド落ちするんですよね、こう。ヘッドが下がってくる。つまりボディが軽い分だけ、まあ、ヘッドの重量に負けてこう下がってしまうんですよ。うん、っていう欠点はあったんですが、当時は最初にビグズビーが付いてたんです。
ですよね。だからまあそんなにこう返答しなかったっていう話がまあ残ってます。まあ、つまり S 字っていうのは最初期に作られた S 字っていうのが、まあ、ボディバランス的にもちょうど良かったんですけども、みんな結局取っ払ってこうチューンオマチックのものストップテールピースですか、こっちをつけて通常のチューンオマチックタイプにする改造がね結構流行ってたんですよ。でも結局この形がまあ普通の、まあ、S 字っぽく思われてしまうっていうことの、まあ、きっかけになってますね。もうビグスリ外してるっていうね、うん、ことが結構あってですね。エスポールという名前をそのまま引き継いでたんですよね。まあ、1961年から本格的に量産され販売されたんですけども、1963年ぐらいかなまでですね、まあレスポールの名前使ってたんですけど、まあ、確かねレスポール氏が、まあ、そのままその名前を、SG シェイプのギターに使うことを好まなくて、結局レスポールの名前が外れて、まあ、ソリッドギターである、ソリッドギターのリャックである SG という名前が、まあ、使われることと。で、まあ、それ以前にも、まあ、そのスペシャル、P90 搭載、2機搭載したモデルとか、まあ、ジュニアですね、とかテレビスペシャルっていう、まあ、そのワンピックアップ、P90、うん。で、まあ、ストップテールピースモデルのみのモデル、廉価版ですね。こっちのモデルが先に SG って使ってたんですよ、それまでは。結局63年以降とか64年あたりですかね、以降はもう完全にこう、まあ、SG の名前で、まあ、販売が継続されることになり、ただね、SG っていうこの軽量なボディを好むギタリストもいたんですよ。うん、まあ、さっき言ってた人たちですよね、サンタナしかり、ピート・タウンデンしかり、クリーム時代でエリック・クラプトンもね使ってたりとか、してたわけ、デュアン・オールマンのねスライドバイオのサブとして使ってたっていうふうなこともあり、やっぱりアンガス・ヤングとか、トニー・アヨミですかね、とかですね、やっぱりイメージ的にはそういうギタリストのイメージがやっぱ強く残ってると思うんですよ。ただね、なんでじゃあレスポールと、こんだけ、違うジャンルになっちゃってるのっていう話なんですけど、あの音出ないんですよ。 SG には SG のトーンがあるんですよね。レスポールって、使ってみたら分かると思うんですけど、ボディがごついんですよね。僕もねずっとメインがレスポールやったもんで、つまりトップ材に、メープル使ってて、それで後ろ側にマホガニーを、バック材がマホガニーっていう点が、やっぱね音の厚みとか、音の抜けが全然違うんですよ。で SG って良くも悪くも、中域に偏るマホガニーだけなんで、っていうイメージがやっぱりありますね。で今回ね、なんで俺 SG 買ったんかなってほんまにね、わかんないんですよ、実は。だってね、一番外そうと思ってたギターなんですよ。っていうのも、SG スペシャルのそのフェイデッドのイメージがやっぱ残ってて、どう考えたって自分と SG って合わないんじゃないかって思ってた部分が、実はね、クリントンなんですよ。クリントンの抜けの部分がどうしたって納得いかなくて、それが気に入らなくなったんですよね。だからね、思想してるときに、やたらと SG 出走してるときって、そのギブソンの SG タイプのモデルなんですけども、課金っていう抜けがないんですよ、そのメープル貼ってないの。で、今回もね、クリントンね、結構試してみたんですよ。ほんならね、このグレーこのやつは、やたらとね、クリーンが綺麗に抜けるんですよね。これがちょっとびっくりしました。本家はね、そういう感じにはなってなくて、これが本家と逆に、その、歪ませたときも、いなたさとか、予算に繋がってるんで一概に悪いとは言わないんですが、自分にはちょっとあえへん、濁りが感じられる部分かなってありましたね。やっぱりグレープはコピーモデルだから、そこまでなんていうんですかね、ギブソンの癖みたいな、っていうのがないからかなとは思いましたけど、あくまでこれ現行モデルの問題なんで、それでね、今回ね、やたるとね、P90 のスペシャルの方を何本か試してみた理由が、実はシングルコイルの P90 やったら、その SG の嫌な部分が緩和されんじゃないかなと思って、試してみたんです、2本以上。
あの今回のギターの選定にあたってね、やっぱり P90 なんで、そういう意味では、うん、そうですね、やっぱりハムよりも、まあ、カッティングしやすいっていうか、まあ、そういう部分のスッキリ感はあったんですよ。ただやっぱりそのギブソン特有の癖っていうか、なんていうのも感じましたよね。ただまあ、これやったら、うん、十分、自分的には使いやすいギターかなと思って、まあ値段がもうちょっと安かったら、ひょっとしたら SG スペシャル行ってたかもしれないですね。うん。まあ、それぐらいちょっと自分にとっては P90 の、まあ、ギブソンの SG って、まあ、実はあのトーンがすごく合ってんじゃないかなと思ったんですよ。うん。だ前にジュニア使ってる時に思ってた、そのフロント PU あったらなっていう、そういう部分も解消されるし、軽いし、かつなんかサンタナとかね、ピート・タウンゼントのやっぱりイメージあるんで、それで、うん、まあ、今回ね、まあ、SG スペシャル何本か試しましたと思うんですけど、でもやっぱりその、まあ、そのアンガセムとかの、まあ、その例とかですね、で、やっぱりその、まあ、SG のね、イメージも結構あって、うん、今回ね、ハムの SG も試してみたんですよ、ギブソンの方ね。もちろん。黒いやつがちょっと石橋楽器にあった、まあ、セカンドストリートにあった赤い方ですね。うん。まあ、こっちも結構トーン的には、まあ、嫌いなトーンじゃない。うん。やっぱりそのギブソン系のそのハム PU 特有の厚みですね。うん。ピックアップ自体がそうなんで。まあ、その、マホガニの分、うん、だけの分、ちょっと軽めっていうかそのヘビネスな、ところがないっていうのは、まあ、それはそうなんですけども、まあ、それはそれで別の弾き方したいだけの話、なんで嫌いじゃないんですよ。その、若干そのヘナヘナ感って言いますかね。うん、っていうのがね。うん。そこが、ま、嫌いじゃないところが結構あったりとかするんで、ギブソンの、まあ、SG も実は、まあ、候補には入ってましたね、普通のハムの。うん。やっぱり61年とかそのあたり、1961年に、まあ、その改良してね、まあ、安く作れるっていうのもあるんだけど、まあ、その、ストラトに対抗しようとしたと。まあ、これ東海のストラトなんですけど、やっぱこの、フェンダーのこのストラトキャスターって、まあ、一つの完成形のギターなんですよ。このシンクロナイズドトレモロといい、この3ピックアップね、と、まあ、ダブルカッターウェイといい。これを強く意識した、まあ、そのソリッドギターのね、まあ、言ってみたらそのギブソンの、まあ、ソリッドギターの2番手、レスポールに次ぐ2番手っていうのは、やっぱりその昔からある、この SG モデルではないかなと思います。で、このマホガニのね、ほんま、マホガニのみのこのボディっていうのが、まあ、逆にポイントなんじゃないかなっていうふうに、まあ、トーンのね、違い的に。で、レスポールが、まあ、例えばね、嫌なギタリストってもいてるんですよ。嫌っていうか重たいっていう風に思ってるギタリストって結構、いや自分もかな、メインでずっと使ってましたけど、持ち運び結構大変なんですよ、あれ。こんなね、リッターのケースに入れてよく持ち運んでたんですけど、なんか背中に背負ってもね、結構重たいし、4キロ超えてるケースが大半なんで、うん、僕の持てたその、まあ、ヘリテージのね、H15 なんていう、そのレスポールモデルなんてすんごい重くて、ライブ中にですね、長丁場とかなってくると、ああ、ちょっと首痛なってきたかなとか、あれで背面引きとかする気にならへんな、みたいな。背面引きするときはもうストラト使ってました、みたいなね。ストラトキャスターを、もう一本あったんですよ、フェンダーの57ヴィンテージモデルがね。そっちサブにしてたんですけど、なんかメインのヘリテージを、まあ、使わないライブなんてあったんですよ。私アトランティックスかどっかでやったんですけど、その時にこう背面引きするときに、まあ、ストラトを使ってたっていうね、オチがあってですね。まあ、そんなこともできちゃう、うん、っていうその軽さ。うん、やっぱ3キロ切ったりとか3キロちょうどとかね。うん、そういう面、まあ、そのヘッド落ちするってさっきあったんですけど、まあ、グレコはだいぶと緩和されてるんですけども、本家のギブソンの、フェイゼットの SG なんかも、本当のヘッド落ちが結構してて、うん、まあ、でもさ、支え取った絵だけの話なんで、そこまで気にはしてないですけどね。うん、まあ、そういうこともあって、まあ、いろいろ欠点とかもあったりとか、そのレスポールに比べたらその重厚さがないとか、いろいろ言われたりするんですけど、でもね、嫌いじゃないですよ、SG。やっぱり今回も何本か試してみて、結局勝ったのって、まあ、そのグレコでしたけど、SG でしたし、やっぱり嫌いなギターじゃないんだなって、改めて思いました。で、まあ、今回ね、ちょっと SG についてちょっと話してみますということで、やってみたんですけど、この動画が良かったと思ったら、いいねボタン、チャンネル登録お願いします。それではございます。タリトリック、検索検索！それでは、タリトリックショッパイだな。